はい、皆さん、リップルステラちょっと恒例になってますけど見ていきましょう。あとビットコインとイーサリアも見ていきます。よろしくお願いします。朝5時になりました。はい、おはようございます。ということでリップルからいきましょう。リップル、ピンクのライン超えてきた。いいね、感じ的にはね、今のところはね。はい、ということでまあこれちょっと楽しみになってきたな。本当に来てるぞね。まだちょっと完璧じゃないんだけどね、この 0.6 やっぱりね超えないと、ダメだね。ここ行ってここで折り返してくる可能性もあるから、とにかく今のところ合格ですはい、ということで、経過ちょっと追っていきたいと思います。リップル以上です。はい、続いてリップルじゃなくて、ステラね。ステラも、今日のところは今日までの流れは、いい感じですね。問題ない、今のところ。白いところ超えてこないとダメだけどね、で昨日言ったここのラインだけど、こっちじゃなくて上だね、上、上超えてからだね、本格的に行くのはね。だから、まず、経過追ってきますね、あの毎日、ここ上に出ることはね。はい、今のところ合格です。インジケーター見とこう。インジケーターは、上から流れて下にくぐってから方向感なくなっているけど、下からくぐって今上にこう行こうとしてるような感じだね。それか方向感なくて右に流れているような感じだから、あのリップルステラは他のあるところにちょっと違うのはこれが違うね。下からくぐって今方向感なくなってるけど、下からくぐって上に行こうとしているような感じに見える。他のアルトコインは上から下に流れてたね。あの昨日の動画見てもらったら分かると思うけどね。はい、ということで、ちょっとこれは楽しみになってきたね、本当ということを思います。今のところはいい感じになってきてますね。はい、まだちょっと油断はできないけど、はい、はい、ビットコイン見ていきましょう。ビットコインは短期の足なんですけどね、ここの斜めのレベル、今こう出てきて上に抜けましたね。いい傾向です。はい、ということで、まあ、これが継続してもらえればいいね。一回ここ今ね、ちょっと折り返してくるようなね場所に なるかもしれないよね、ちょうど、ということは思います。はい、冷やしちょっと見ておこう。はい、冷やしのビットコイン、冷やしの場合は、これね、インジケーター見ると、これ下にこう流れてて、まだね、下から上にこうクロスなってません。まだ下に流れていますね、ということですが、この場所っていうのはだいたいね、ほらここから折り返すような、レベルにはなってきてるのよね。はい、だけどここの場所っていうのは騙しにもなりやすいような場所なんだよね。こう落としてきて上に行こうとするんだけどね、逆にあのまた下に下がってきちゃうみたいな、そういう場所でもあると、ここもそうだね。上から下流れてきて一回上に行きそうになるんだけど、それが騙しになってこう下に流れてきちゃうような場所だから、一番いいのはここまで落とすことがやっぱ一番、信用性があるっていうか、そんな感じには一応見えますね。今この場所はまだね、何とも言えない。だけど前回のレベルでいうと、ここ折り返してる場所になります。はい、チャート見ていきます。はい、日足のチャートを見るとまだね、赤い前回の、前日のローソク足の、中で値動きしてる、インサイドでね。はい、これをまあ上抜けてね、確定する必要があるよね、やっぱね、っていうことは思います、日足レベルの話はね。はい、ただまあ自分は、まあ言ってきた通りね、ここボトム、で反発すると、いうふうに思ってます。まあここまで行ってからだよね、一回ここまで行って折り返しが入ってきて、それを、ボトムにしてこう上がれるのかっていうような、ところが、まだこの先の課題になってきますね。完全に上だぞとは言えないんだけど、いい傾向ですね。はい、はい、続いてイーサリアムの円建てになります。円建ての話ですけど、これがパッと見るとね、上から下に流れてきて、今下に向かってますまだね。はい、ということで、ただ一応このレベルっていうのはやっぱね、こう折り返しが入るようなレベルでも一応あると、いうふうにも見えるんですけどね、ここも折り返しが入ってる、ただ、
ここまで行くと、まあ、結構こう下がってくる ね、うん、ね上から流れてきて上に行こうとするんだけど騙しになって下にサーンって怒ってるからさ、ね、うん、はい、ということで、まあ、同じようなね、うん、どっちかのパターンにはなると思うんですけど、ね、はい、チャートを見ていきますけど、うん、WXYZ、うん、WXYXZ、うん、っていう話してきています、ね、要するにこれビットコインとあのイーサリアムのねあの着地のレベルの話になってくると一致しないんですよね。一致しない、うん、昨日のアルトコイン あのコメント紹介の時に話したんだけど要するにどっちかが間違えてるんですよ、ね、はい、ということでね、まあ、どっちかが間違えてる場合もしねこの、うん、WXYXZ っていうね、セットのパターン、うん、これねあの延長パターンだっていうことねあの前回話したんですけどそうじゃない場合はWXY で終了です。で、123です、ね。もしこれが上がっていくんだったらね、うん。っていうパターンになるんだけど、まあ、皆さんに話してるのはね、うん、あの延長するパターンだよっていう、ね、話はしているので、まあ、ビットコインとイーサリアムの着地が、うん、違ってるので、うん、まあ違ってるんだと思います、どっちかがね。だから、まあ、その間違いを先にもし訂正するんだったら、ここから上がっていく前提の話になっちゃうけどね、そうすると、うん、WXY で123、うん、っていうこれ調整波になります、ね、だからこれがさ結局 WXYXZ っていう延長するパターンと WXY っていう一つのセットパターンで上がっていくパターンとどこで見分けるのかっていう話なんですよこれ皆さんね、うん、どこで見分けるのこれ本当に俺の中でこういうのが課題になってるんだけどさね、うん、前回のロウソク足の、うん、中で今動いているビットコインと同じで、ね、これがここで終わるっていう、うん、パターンで確定させるための根拠はどこで探しゃいいのこれ皆さんどう思いますか、うん、一つはこの水平線で見ればいいじゃんってね、単純に言えばそんなレベルだよねそんな程度の話になってくる、ね、うん、で WXY で調整終了していて123で上がっていく、うん、根拠はここのサポートラインがあるから、ね、単純に言えばそういう話になってくる、ね、ただこれまだ今経過が、ね、どっちなのかまだ分からない状況です、ね、うん、はい、どこでどう見ればいいのかっていうのこれが課題なんですよ、はい、だから WXYXZ という拡張するとか延長パターンとね、うん、あの調整波でまだ行く場合も全然ありますこれ、うん、下のこのラインまでつけてきて、うん、ね、どうなんでしょうか、うん、ね、ビットコインがあの今のところでボトムだと思ってるからイーサリアムもうボトムで見てるんだけどねだから見てるっていうことになるとね、これまだあの結果が出てない状況で話すると WXY で123です、ね、ただ WXYXZ ちょっとしつこく言って申し訳ないんだけど、ね、っていうパターンになる可能性もまだあるっていう話でこれどうで見分けるのってこれが課題です本当に、ね、単純にここでサポートだからって、ね、うん、それはそれで分かるんだけどさはいということで、まあ、XRPXLM についてはいい傾向ですね今のところ、うん、これが続いてほしいと思います、はい、ということで面白かったらグッドボタンチャンネル登録お願いします失礼します。